ちょうどね、お母さんが今帰ってきて、お母さんが今出て、次の用事があるっぽくて。ああ、疲れた。俺は結構やばいんだけど、そのネットの意見って気にしちゃうけど、そういうのあるんですよ。俺の考え方っていうのは、だからネットってクソすぎませんか？人には人の考え方があって嫌なことがあるね。それを吐露したらそれを叩いてくるってさ、ええー、って。人って知ってるってなるじゃん。だって何だって個体差あるわけじゃん。それがいい。ねえ。個体差あるのになんか全部ね、でそういうのなんですよね。浅い人間はそういうの許せないんだよね。こうじゃなきゃいけないとか。だから YouTuber とか本当はめっちゃめんどくさいだろうね、なんか。まあ、嫉妬ですからね。でも普通に、羨ましいなっていう、いいベクトルとか、まあ、ベクトルとかキモいけどな。俺が言うベクトルなのは、いいベクトルって何？いい方向っていうかさ、プラスな方向っていうか、太陽の方向へっていうか、まあいい方の羨ましいっていうかさ、思えばいいな、羨ましいなって言うけど、そう、羨ましいなって思うとなんか悪いみたいな感じになるな、なんか俺の中では。いいことはいいじゃん、俺もそうなろうってなればいいのに、みんなその人を自分と同じところに下げようとするのクソすぎるよな、よくよく考えたら。すごいな、人間ってクソだね。うん、まあ俺も含めてクソなところはあるけど、うん、まあね、でもみんなとか言い方も悪いんですよ。うん、そういうことを言ってる奴らとだけ言えばいいのに、俺もみんなって言っちゃうんで、みんなはそんなわけないじゃん。みんなはそんなわけないじゃん。でもそういう人もいるよって話で、どうでもいいと思う人がいればどうでもよくないって言ってね、自分のことのようにね、なぜか怒る人、まあ暇なんだろうね、そういう人はね。怒りが娯楽になってるってすごい迷惑な話だよね。うん、そんな何も生まない娯楽はやめてほしいよね。ダメな娯楽の一つだよね。塾講師 YouTuber が法政大学の新入生に学歴マウントもうその最新ニュースで猫を殴り噛みつく動画とか嫌だな、そんなん見たくねえな。ピーピーヘイヘイラッツゴーラッツゴーピーピーラフォアを復活したね。ラフォア全部結構面白かったな。あ、まあめんどくさいから面白いもんには笑おうと、笑いに素直になろうと。俺はね、ツイッターとかネットとかクソみたいなユーモア、あと俺ムカつくんだよな、怒ってくるやつもムカつくんですよ。そのなんだろうな、ツイッターのユーモアを取り入れた時で周りの奴ら見下すやつって言って、俺周りの奴ら見下してないですからね、基本的に。でも面白くない言われたら切れるだけ、面白くないこと言われたら切れるだけなんで、見下してるわけじゃないんですよ。面白くないことは面白くない人は面白い人に任せればいいし、うん、でも面白くない時間っていうものは俺が嫌いなだけで、あと俺ツイッターのやつだと一緒にされたくないな。うん、ねえ、俺最近すごいなんか意外に見てないんじゃないかなと思ったらみんな見てるけどさ、おー、やっぱり俺もなんかね、偏見の悪魔ってものが、いつ最近言うようになった、偏見の悪魔、もうそれは悪魔ってくらいの偏見をいっぱい持ってるんですけど、やっぱり偏見ってさ、自分の人間としてっていうか、教養としてっていうか、そのまあ学びとしての、なんだろうな、浅さみたいなものじゃないですか。偏見って全部しょうもないじゃないですか。そのことについて何一つ知りもしないし、名前しか知らないのになんかめちゃくちゃ言ってくるっていう。だ、偏見ってすごくしょうもないんですよね、よくよく考えたら。でもその、まあ、偏見をするような人間にその、じゃあどういうものなんだろうって言ってね、でも検索するの難しくない？じゃあ俺はね、あんま言いたくないけど、その、ヒップホップに偏見を持ってますっていう、とかそういうのしたいんだけど、どうやったら偏見を払拭できるんだろうな。ヒップホップ聞けばいいんだよな。うん。ということで、ヒップホップって言いづらいな。俺が聞かないために作られた、その、語感なのかな。俺を聞かせないようにするために。あ、今日疲れてんだな。立って雑談するわ。今日もタッチャー。あれ、滑舌が。これやばくない？普通に。なんかの病気だろ。酸素が。足りてない気がするんだ。そして、鼻も詰まってる気がする。いやー、何しようかな。疲れた。疲れるね。すごく疲れる。最近豆乳にハマってんだけどさ、ほら
ちょっと残ってんの。飲んじゃう。あー、うまい。うまいよー。叫んじゃおう。世界の中心で、大乳、調整豆乳が美味しいと叫んじゃおう。小声で。うわ、まず。炭酸水でも。でも俺はね、最近なんだろうな、やっぱり逆張りオタクなんで僕は。逆張りしてるオタクじゃないんですよ。逆張りをすることのオタクなんで僕は。キモ、そんなキモいやつ言っちゃダメだろ。まあね、その丸々好きじゃないで損するっていう言い方やっぱ好きじゃないですか。まあそれって逆張りだと思うんですよ。その逆を逆張りだと思ってて、なんか逆張りってよくわかんない。逆に貼るってどういうことなんだ。だからシールを貼ったら反対に貼るってことなんだな。でも反対に貼ってもそれもシールだもんな。逆には一生なれないんだよな、俺たちなんかがね。逆にって言葉に最近ムカつき始めたんですよ。俺がちょっと前までよく使って、逆にってなんだよっていうのでね。俺はツイキャスで逆に16茶を飲みますって言ったらね、え、逆に16茶ってちょっとハテナマークを出されたけど、16茶飲むこと逆張りだと思わないなって思ってね。俺の中で16茶をね、飲まないものとして定義してるんで。でもみんなは結構そこにはなんかたまたま飲む人が集まってたらしくて、うん、それで、ああ、もうちょっとツイキャスのコメント怖って思っちゃった。考え方の違いって怖いなって思いました。いや、そっちは悪にしてるみたいな言い方ですけど。汚っ！すごっ！めちゃくちゃ汚いゲップが出るじゃん。ゲップってただでさえ汚いのよ。これも極むすさんの影響なんですよ。極むすさんが誰だと思ってる人は特に知らなくていいですけど。ツイッターの人でね。ゲップをめちゃくちゃ怒ってくる人が極むすさんなんですね。そういうひどいイメージを持ってるって。いやでも逆に〇〇をしようってことは嫌いでね。うん、俺たちは一生逆になんかいけないんだよ。表の住人なんだよっていうね。うん。いや、ほんとよくわかんねえな。疲れてきた。疲れてきた。なんか知識、なんかちょっと賢ぶるんですよね、俺。やっぱ賢いのはかっこいいことだと思ってるんで。思ってるか？まあ、そんな思ってないな。賢ぶることは全然かっこよくないだろ。うわ、影がすごいな、顔の影が。なんで？頭悪いな、俺。顔の影になんでって。いやー疲れたな、もう疲れた。いやーもう精神的ショックがすごいな。ドキュメンタルの4と5を見れないことによって、いやーすーごいショック。ってでも俺よりショックなのは多分運営です。でもまた叩かれるよみんなにって。まあみんな見てないと思いますけど、そのドキュメンタルの視聴者厳しくない？何あれ、あれ全員売れない芸人なのかな。うん、評価だけは厳しい、売れない芸人だったりするのかな。うん、だからあんな厳しいのかな。多分そうだよな、絶対そのお笑いに対する批評だけめちゃくちゃ厳しい売れない芸人なのかな。それか売れてる芸人もやってんのかな、そういうことねえ。めっちゃ評価厳しいよねドキュメンタルって。俺はなんとなくシーズン6は見なかったです。俺の偏見でなんかすごい女芸人が出てたからっていう理由で見なかったの。ひどいですよね、普通に。普通に差別っていうね。これ何？普通に差別してるんでね、ちょっといつか見たいと思いますって言うけど、見ないよ、いつかは。なんかなんとなく、そのネットの評価に飲み込まれた。ネットの評価うざいな。ネットに侵されてる俺は。おい、だれも。あ、滑舌が。今日眠いんだった。まあ、腹立つな。自分が喋れる時間全然寝ちゃうんだよ。自分が今日ちょっと話がまとまんないけど喋ろう。楽しいし。あーちょっと。パンツなの嫌だな。なんかでチンコ隠せてねえかな。腹立つな。行って行って。あー今日は二人モノローグが発売の日です。俺はちょっと二人モノローグ見ちゃおうかなと思ってます。はい。普通にオタクですね。最近いろいろ漫画読んでてね、面白いのないかな、面白いのないかなって探してるんですけど、ララ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 、めっちゃどんどん安くなってくる。怖っ。そんな安くしていいの？そんな安くしていいの？ねえ、一冊378円。二人モノローグ全巻買っちゃおうかな。ちょっ
ょっと今金銭感覚がぶっ飛んでるんで、ああいろんな話をしたいな。強力なスポンサーがついたサザエさんっていうので、あのアディダスの俺があんまり見ない陽キャたちがよく見てるようなロゴ、モミジみたいなやつのロゴがこうなってるのね。でね、今それでサザエさんを歌ってました。あれ絶対陽キャたちしか見てないな。でも俺ってね、陽キャも陰キャもどっちも嫌いなんですよ。あれ全部嫌い。うん、優しい人だけ好き。でも陰キャって優しいやつ一人もいないと思うんだよな俺。陽キャは多分いるんだよ、そういう環境にいるから、余裕があるからみんな多分優しいと思うんですよ。いやみんなじゃないよ、悪い陽キャもいるけど、陰キャほど悪いやつら集まってないの。陰キャ全部クソだと思うんだよね。うん、陰キャってね、あーもうね、イライラしてることが多すぎるな。陰キャとか呼ばれたくないな。なんかすごい精神が終わってしまいそう。なんで俺が学生の時代の頃陽キャ陰キャって決めなきゃいけないんだろうな。うん、言われたくないなぁ。何それ陰キャって気持ち悪いなぁ。誰だよ考えたやつなぁ。そんな気持ち悪い言葉作るなよ。気持ち悪い言葉多すぎるんだよな、なんか。すごいな俺偏見、全てを恨んでるんじゃん。でいつも俺ね、ここで歓喜じゃんって言うんですよね。歓喜って何、歓喜将軍じゃんってね。あいつは全て恨んでるんでね、あいつってね、漫画のキャラクターにあいつって来てくれ、全て恨んでるらしいです歓喜将軍は。あー肩痛い、肩ゴリってやったら、なんか最近思ったんですよ、肩なんかね、体の部位をコリコリってやったらダメージがプルルルってきてね、こことかピクピクするんですよ。ピク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 って。あとね、寝れてない時にね、体が俺振動するんですよ、痙攣を起きるんで、その痙攣を上回る振動をこうでブルルルルってやるんですよ。それじゃ楽しいなっていう体がね、寝ないとやっぱ痙攣が起きちゃうんですよ。睡眠時間が達してませんっていうのは起きすぎですっていうのね起きすぎってなんだ、俺がバカだからバカねえな、やばいな。俺がバカだからって、バカだからって言えばどんどんバカになってくるし、滑舌も悪くなってくるな。滑舌が悪いと思えばどんどん滑舌が悪くなってくるから、俺は滑舌がいいと思えばどんどん滑舌が良くなってくるね。これすごいトミーさんの喋り方みたいになっちゃうね。でこういう早口の喋り方いっぱい人いるよね。だから俺なりの早口もノンブル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 みたいな感じでさ、感じで喋ってけさ、めっちゃ早口だ、ダルキダルキダルキみたいな感じでさ、早口で喋っていけばいいんだよね。うわめっちゃニキビ目立つね。もうみんなニキビしか見ないじゃん。隠そうかな、シールで猫店みたいに。あーもうどんどん見せてってやろう。もう腹立ったから、おーいみんなニキビだよー。これニキビじゃなかったらどうしよう。これ何座って決めますか。後でマーカーで決めようかな。ちょっと今テンションがおかしいんで、真昼なのに俺、真夜中テンションでお送りしてるんでね。さっきからね、うちのワンちゃんが心配して入ってこれない、俺の部屋に。狂人がいるって思って。あと、俺のね、洋服がぐしゃぐしゃってしたところにね、寝ようとしてます。あ、呼吸できない、やば。鼻くそ落ちるんだよね、人前で。すっごいなんかもう挑発してるみたいだよね、みんな。疲れた。お薬飲んできます。ズボン履こうかな。いや立って喋ろう。立って喋るんでもう今日はおしまいだ。あ爪汚ねえな。